17号はずっと作りたかったんですけど、正直候補キャラクターはいくつかまだあって、でただどれもそのメインキャラクターではなくて立体化される機会が少ないんですよ。なんか「ドラゴンボール」の原作だと悪役なんですよ。なので残虐だったりするんで、もう共感性もあんまりないし、まあ本当どちらかというとデザインに惹かれたっていうところですね。キャラクター性というよりは、ポーズは結構、最終的にはちょっと悩んだかなというところですかね。けどやっぱキャラクター性とかを考えると今回のポーズがいいのかなとは最終的には思って、このポーズを作らせてもらいました。